さん、はい、北海道のお土産の中で一番好きなものってありますか？お寿司も好きだし、ジンギスカンも好きだし、ラーメンも好きだし、お土産もいっぱい、もういっぱいありますよね。食べたいものがいっぱいあるから、あなたでも一番好きなのは直家亭のレーズンサンド、レーズンバターサンドが好きです。はい、有名なあの直家亭の美味しいですよね。めちゃくちゃ美味しいよね。そう、今日はね、なんと六花亭のレーズンバターサンド麹を使って作っていくよという企画でございます。はい、べっぴんきねべっぴん大使鈴木ひろみです。ちょっとね、カロリーも少なくできて、麹も使って作れるのがね、今日お届けしますレーズンバターサンド、しかも乳製品不使用ということなので、ちょっとウキウキしちゃう方も多いんじゃないかなと思います。はい、ぜひね、最後までご覧いただいてサンドしてください。まあ、お酒を好きな方はワインとぜひともに、ぜひ大人のやつとして召し上がっていただけたらと思います。はい、さやちゃんはね、甘いの好きだから、甘い時のね、企画の時は、うん、顔が違うわ。顔が違うわよ、あなた。今まで一番美味しいかもしれない。さやちゃん、今週のレシピでございます。素晴らしい。もうちょっともうね、このレーズンバターサンドの会話の時だけ顔が違うわ、だとね、はい、楽しみね。はい、じゃあ楽しみにぜひ皆さんで作っていきましょう。はい、はい、こちらのチャンネルの LINE 公式ね、お友達になっていただきますと、今日から使える麹レシピプレゼントしておりますね。甘いのからしょっぱいのまで何でもね、レシピ入ってますね。はい、もう本当にそのレシピを見ていただいて、まあ、本当にすぐに始められる麹ライフがありますので、ぜひぜひ皆さんやってみてください。はい、ということで、はい、はい、早速やっていきましょうということですね。まずはレーズンバターを作っていくんですけど、まあ、レーズンバターというくらいですから、乳製品もちろんね、使ってるんじゃないかと思われると思うんですけど、今日はね、この乳製品を使わずに、はい、皆さん大好きイソフラボンが取れるね、大豆製品である豆乳グルトでやっていこうと思います。イエーイ。豆乳グルト様を買ってくればもうこっちのもんっていう感じでございますので、以前のレシピでもね、しょっぱ系のパテをですね、ご紹介させていただいておりますので、はい、パテ様もね、はい、ぜひ見てみていただければと思います。まずは水切りをね、していきます。はい、蓋を開けていただいたらですね、この感じでですね、ボウルにこんな感じでキッチンペーパーを敷いてください。ここにですね、このヨーグルトさんをザバザバザバとドンと、はい、入れていただきます。水切り、こうやってね、ちょっとペーパーさんをこうしていただいて、はい、うん、はい、でこの上に置くものはね、何でもいいんですけど、何か重りをちょっと置いといていただいて、はい、一晩やっていただくと水はしっかり切れますので、私あの、めんどくさいとね、時間ぐらいで、はい、あのやっちゃう時もあるんですけど、はい、1日だと結構ね、しっかり水が切れるよね。はい、でこんな感じでお水とか置いといていただければと思います。何でもいいです。この上にビールとか置いてます、私。はい、この状態で、はい、冷蔵庫さんでちょっとお休みいただければと思います。はい、ではですね、これ1日経った状態でございます。すごいよね、豆乳グルトがこんな状態になりました。水が切れて、はい、これ本当にこの子がすごい使い勝手がいいのでね、まあ、しょっぱもの、甘ものでやっていただければと思うんですけど、今日は甘くしていこうと思います。はい、で甘くしていくんですけれども、材料としてはですね、ちょっとコク出しとバターのね、コクを出していくのに、これね、豆乳だけなので、まあ、ココナッツオイルで、はい、出していきます。コクを出していきます。はい、そして、レーズンをね、入れていきます。レーズンバターなので、はい、でレーズンのね、量によって甘さの調整ができるという形になりますので、お好みで甘みも含めて調整していただければと思います。はい、そして塩麹ですね。はい、こちら 6g 入れてまいります。1パックに対して、この分量でね、やっていきます。はい、はい、ということで入れていきたいと思います。 50g いいかわかんないけど、結構だね、結構だね。こちらでですね、はい、はい、では混ぜ混ぜしてみます。ね、このね、ね、油分が入るとコクになりますよね。うんうん、でやっぱりこのね、バターとかね、
まあ固形のねものですよね。まあ、美味しさとねコクはあるけど、うん、カロリーは高いというね、うん、状態になりますので、うん、初めはこのように分離してますけど、うんうん、ね、滑らかになっていくので、うん、はい、それまで混ぜてください。はい、はい、頑張ろう。美味しいレーズンバターが食べられると思って頑張ろうっていう、うん、ガリ混ぜ混ぜをしていこうと思います。うん、このベラでもね、うん、今はね夏なんでココナッツオイルも固まらないからね、はい、いいよね、固まってて、ね、大丈夫ですけど、こちら冬、ね、作るってなった時はやっぱり溶かしてからね、うん、使っていただくのがいいですよね。しかもこれ無臭のココナッツオイルなのでより良いですよね、うん、はい、こんな感じになりました。どうですか先生、どうですか？いいですかではここにレーズンを入れていきたいと思います。はい、こんぐらいいっぱい入れたい方はいっぱい入れていただいてもいいですけど、うん、私結構いっぱい入れましたカロリーが、そうなんですよ、気になる方は ね少なくしていただいてもいいかもしれない。そんな感じでいいかしら。はい、まあ、ちょっとこのぐらいの量だとどんな感じになるのかね、見ていただければと思います。はい、はい、で塩麹で、はい、塩麹は全体量に対して 6g ですね。ちょっと寂しい、そうよ、もっと入れましょう本当これあのレーズンがね、うん、一晩出すとふっくらして、うん、美味しくなります、ね、うん、どうですか、さん的にもっといい、もっとレーズンが欲しい、はいどうぞすみません、はい、はい、じゃあ、はい、ありがとうございます、うん、はい、こちらで一晩、はい、タッパーなどに移していただいて、うん、冷やすと完成になります。はい、1日でもいいんですけど、うん、2日置くとまた味がね変わってくるからね、美味しくなります。味の違いをぜひ、はい、感じていただけるといいかなと思います。はい、はい、レーズンバター完成しました。めっちゃ美味しいぞまずこのまま食べてみましょうか。そうですね、はい、食べてみます。いただきます。はい、いただきます。はい、こちらをこんな感じ、なんかふっくらして、レーズンの色がね、このクリームチーズが、まあクリームチーズじゃないけど、うん、本来で言ったらはい、このね映ってます。いただきます。うん、おいしい。ラグジュアリーな味がします。ラグジュアリーな味がします。リッチな味がね、リッチなね、いいですね。確かにめちゃめちゃリッチな味がするのに、乳製品が入ってないなんて超いいよね。本当に素晴らしいわ。ではサンドしていきたいと思います。はい、はい、サンドするね、まあ、このクッキー自体も大事じゃないですか、うんうん、はい、ということで今日はおうちスタイルのクッキー、じゃじゃん、はい、こちらはですね、米粉とメイプルシロップとナタデ油と片栗粉と塩麹だけでできてるよっていうやつ、違う、アーモンドも入ってますはい、なんか足んないと思った、うん、はい、サクサクして美味しいんですよね。そう、すごいこのクッキーめちゃくちゃ大人気なので、はい、うん、もうお砂糖とかね、乳製品とかバターとかね入ってないのでめちゃくちゃいいですね。あとね、もう一つ市販のものでもですね、こちらの、はい、野菜豆乳クッキープレーン、こんなのに挟んでいただくのもいいんじゃないかなと思ってですね、こちらも米粉の商品になりますので、よかったらこちらも、はい、やってみてください。でこの麹スタイルの方はね、ベースショップの方でクッキーも売ってますので、はい、よかったらお買い求めいただいてサンドしてくださいはい、ということでサンドしますよ。はい、はい、サンドしていこうと思います。はい、ありがとう、さやちゃんも入れてくれてます。すごい工事スタイルのロゴがね入ってるんですよね。そう、うん、そう、分かるかな、みんなこれロゴってみたいなね感じなんですけど、はい、分かります、はい、これね、なんか調子乗って開けると割れちゃうからね。そうですね、怖いんですよじゃじゃーん、はい、工事スタイルちょっと分かりづらいかもしれないけど、
はい、こちらにですねスタンドしていこうと思います。はい、ここに、はい、ちょっと割りたくない、はい、そうですね、これを使ってあ2つで、ね、両刀でいきましょう。両刀ですね、ちょっと贅沢、たっぷり乗せ落としすぎてる贅沢にしようとしすぎてる、したくなるよね、でもせっかくだからねって思っちゃうね。なんか本当挟まなくてもこうやって、うん、受けるだけでもね、上に捨てるだけでも、うん、いいよね、良さそうに見えてきましたまあでもちょっと挟みたいよね、挟みたいですね、それっぽくしたいよね、うんうん、ということで、はい、挟もうと思います。はい、挟みます。はい、チチチチチチ、イエーイ、挟んだ、本当だ、イエーイ、めちゃくちゃ美味しいじゃないですか、わーいわーい、こんな感じ、ね、ワインをくれっていう感じですけど、はい、ということでこれを食べていいですか。はい、食べてください。いただきます。うん、めっちゃ美味しい、うん、もっと冷やしたい、あと冷やしてね、固めたら美味しいですよね、うん、冷やしてワインとともに、うるさいぜひ皆さんやってみていただいてね、はい、ぜひ作レポを書いてください本当なんかこれだけでね、いいならめっちゃいいよね、水切って塩麹入れてレーズン入れただけだから、うん、めっちゃ簡単なんでぜひ皆さんやってください。はい、はいはい、ということで今日は美味しい美味しいレーズンバターサンド六花亭を再現してみたよということでやらせていただきました。はい、こういうものってね、まあ、すごく罪悪感もあるし、まあでもちょっと食べたいじゃないですかっていうところもあるので、はい、ぜひねご自身で作ってみていただくと、はい、とっても幸せな気持ちになるんじゃないかなと思いますので、ぜひやってみていただいて、召し上がっていただいて、ぜひ作レポをコメント欄に書いていただけたらとても嬉しいですので、ぜひお願いいたします。こちらのチャンネルはですね、毎週水曜日朝6時20分からライブ配信をしております。はい、ライブ配信ではですね、皆さんと一緒に何か作ろうというですね形でやってますので、よかったらライブにもご参加いただけたら嬉しいです。こちらのライブの情報はですね、 LINE 公式の方で毎週日曜日にね、何を作るかっていうのと、あと揃えておいていただきたい材料ですね、このご案内をしてますので、LINE公式お友達になっていただいて情報を取っていただいてですね、ぜひライブにもご参加いただければと思います。はい、ということで今日も皆さんありがとうございました。素敵な一日をお過ごしください。またお次の動画でお会いしましょう。またね、バイバイ。ひろみさん、質問が来てます。はい、大場浩司デトックスウォーターについてです。はい、こちらは発酵とかさせないで、うん、そのまま飲むんですか。はい、そうです、うん、はい、麹水なので、はい、麹がねもう入ってる状態なので、麹のエキスがねお水の方にこう浸透していってる状態に、まあ、大葉が入ってるっていう状態になってます。はい、で麹のビタミンだったりとかっていうのも摂取できますし、あとね黒麹とかだとクエン酸とかもね入って、ちょっと酸味があるような感じになりますし、爽やかな感じね、はい、でプラス大葉のそうデトックス効果っていうのもお水の方にねしっかりと入っていくような状態になりますので、まあ、それを飲むだけでデトックスになるよっていう形になります。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。